はいではではえっ、ー、と進行形の日本酒になるのかな和賀氏っていう、えー、と日,本酒に飲み日本酒飲みたいと思いますえっ、ー、とねこう銀のラベルに銀の文字でむちゃむちゃかっこいいんですよでなんか和賀氏ってシンセブンティーン・トゥニフォーって書いてあるんで1724年から続いてるのかなで大内マっていう山形のえっ、ー、と蔵本さんのお酒になります じゃあと飲んでみますよいしょ見えるかな見えるねはいでは乾杯でーすあーむっちゃあのこれ多分本当に透明感がある匂いって感じだかなすごいすっきりしてるし味の方も あ,あ美味しいよかもあの一通りなんかお酒ぶわーって飲んでご飯ががって食ってちょっと最後あの休み休み飲みたいって時に飲めるお酒だと思いますすごいすっきりするあ,あいいよ味出してるわうん美味しい やがまがいろんな有名な酒造がありますが純米大現ですちょっと、あのー、酒屋さんとかで見つけたらぜひぜひ試してみてください。でなんか最近最近っていうか,なんかずっといろいろいろんな話聞いててる面白いなと思ったのがまああのー、こうお付き合いをする人とか結婚をする人とかに なんか年収うん百万とかうん千万じゃないと嫌だみたいな人むしろそれをちょっと気にしてますっていう人がめちゃめちゃ多いらしいんですけどでなんかそういう話結構いろいろされてあそうなんだ面白いなーってずっと思っててでなんかあのなんでそんな面白いのとか普通気にしないみたいな感じで聞,こえ聞かれることが結構多いから、えー、となんで面白いなーって思うのかっていうと。 ななんんんでで年収を気にすするのか分かんないんですよねだって結局あの年収よりも多分そのお金金銭的な部分で、まあ、楽をしたいとか余裕を持って生活をしたいって場合あの人々が気にしなきゃいけないのってその、まあ、相手相手というかそのパートナーになってほしいってい狙ってるこうハンティング相手に求めるものって多分年収じゃなくて。 どんんだだけアセットがあるかって多分そこだと思うんで年収を求める1,000万とか2,000万とかだともうアセットが全然ないですってなったら全然将来的にあの楽できないんであんま意味ないなと思っててだからなんかすごい不思議だなって思うんですよね。でその話をするとなんかみんなこう派手なマークがつくような感じで「何を言ってるんだ安場みたいな話感顔になるんで年収って働き続けないと。 維持できないしあの基本ある一定の年齢を超えたら下がっちゃうしもしくはリタイアしたら丸々なくなっちゃうしそれよりもあの年収別に数百万でもアセットが2億とか3億ありますで大体5%でまとまわてますでそれがどん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 こうくりであのでかくなってきますっていう人がむちゃむちゃいいと思うんですよね。 だからあのパートナーとか結婚相手に年収を求めるっていうあんまよく分かんなくてそれよりも将来的な安定と繁栄を求めるんならまあアセットを最低1億2億持ってる人を求めた方がいいんじゃないかなって思ってます。でなんかその話するとあんまピンと来ない人が多いんであのそこで大体話が終わっちゃうんですけどあの年収は所詮 あの労働者としてもらってる対価なんで自分の資産としてこんだけ持っててこんだけ運用して回って方があの, <laughs> あ,のあとこう基本こうアセットは、えー、とリスクを回避するためにいろんなところにこうバーってばらまいた方がいいのでまあそこら辺の知識をつけつつなんか年収にこだわらず。 別ににアセットにもこだわらず最終的には人間いつか死ぬんでもうこの人好きです一緒にいて楽しいですって人とあの一緒に結ばれた方がいいんじゃないかなっていうのが個人的な意見です。であの食後酒というかひたすら飲んだ後にはむちゃむちゃこの我が富士があのスルスル入ってきて優しいし美味しいんで見えてるかな えともう一回言います。今方県のお酒で、大うじっていうところが作っております。ごめんなさい、もし呼び方間違えてたら、あのむちゃむちゃ美味しいので、皆さんぜひぜひあの、酒屋さんでポッと見つけたら買ってあげて、なんか進行形のところがやってるのかななんか1900、Since to 1724って書いてあるんですけど、ちょっともうちょっと自分もいろいろ調べて応援できればなと思ってるんで、皆さん見つけたら買ってみてください。では、じゃあね、バイバイ。